ADK ホールディングス株式会社 ADK ホールディングスは日本の広告代理店業務を行う企業を統括する純粋持ち株会社。1999年1月1日に朝日通信社と第一企画が合併して発足した株式会社朝通 d K 略称 ADK ADK が2019年1月に持ち株会社化称号変更した。 1999年1月、朝日通信社と第一企画が合併して発足。本社を東京都港区に置く国内広告業界において第3位の総合広告代理店、単体ベースである。売上規模は、連結産528億円、単体産126億円であり、電通、連結4兆5139億円、単体、 一兆一、五百六十一億、白報道、DY ホールディングス、連結。一兆二、五百五十四億円、白報道、単体。六、五百八十七億円、大行単体。一、六百十億円、読売広告者単体。七百八億円、サイバーエージェント、連結。三、七百十三億円、広告事業単体。二、 414億円などと競合関係にある。中華人民共和国の進化通信社、進化社などとも業務提携関係にある。欧州、イギリスやフランス、アジア、太陽国や外韓民国、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦などに現地法人や合弁会社を置き、海外市場へも広く展開している。世界最大の広告代理店グループの WPP グループ、イギリスと120年にわたって資本、業務提携関係にあったが、2017年にベインキャピタルによる株式公開買い付け、TOB が成立。WPP との資本、業務提携は解消された。2018年3月にベインキャピタル主導で上場廃止となり、数年後の再上場を目指している。株式会社朝日通信社は、 1956年に稲垣正夫が中心となり、社員4人で設立された。略称は、アサツー、アサツ。大手と同じことをしていてもダメだとの方針の下、雑誌広告に申し込みはがきをつける、婦人誌付録の家計簿に広告スペースを設けて、買い切るなど、前例のないアイデアを次々に実現して、業績を伸ばした。一方でまだ少なかった子供向けテレビ番組として、 国産アニメーション作品の企画制作を開始、現在のコンテンツビジネスの先駆け的な存在なり、業務を拡大した。1988年以降の国内アニメには、略称のアサツが使用されていた。1984年、ブブドへの出資、持ち合いを実施。当時、電通が、ヤングルビカム、白報道が、マッキャン・エリクソンという、 王者同士の合弁は誕生していた中、日本で獣医そこそこの代理店の代表として稲垣が、マンハッタンに乗り込み、ペプシやア,アップルを担当していた、ブブドとの提携ではなく、資本の出し入れを決めた。1987年には、広告業界では初めて朝日通信社、当時が東京証券取引所に上場し、1990年に、 広告会社としての初の一部上場を果たした。また、幅広い人脈を活かして、いち早く中国へ進出し、1991年に中華人民共和国の進化者と業務提携。1996年、デジタルガレージを率いる伊藤実一ジョイと朝通社員の横山隆二などが起案者となり、白報道朝通第一企画。 読売広告社アイエス・ブグド・デジタルガレージによってデジタルアドバタイジングコンソーシアム DAC を設立。その後2001年にナスダックジャパン、現ジャスダックに株式上場を実現した。1998年にはイギリスの WPP グループと資本、業務提携を行い、その後2017年まで WPP グループとして資本、 業務提携を継続した。第一企画株式会社は、朝日通信社の5年前である1951年に、第一企画宣伝株式会社として設立され、1961年に、第一企画株式会社へ、称号変更された。第一企画は、雑誌やアニメが強い朝日通信社とは、対照的に企画、マーケティング領域に定評があり、企画の一期、 テレビの一期と称された。1997年には、国内初のインターネット調査パネル、ノッツをリリースするなどの先進的な取り組みを行った。朝通理系は1999年1月1日に、当時、売上規模で、国内3位だった朝日通信社と7位だった第一次、企画が合併して発足した。朝日通信社時代から引き継いだ。 アニメコンテンツに強みを持つ。その歴史は古く1963年11月8日から放映されたエイトマンに始まり、それ以降ドラえもんシリーズに代表される藤子アニメなどの多くの作品の制作に加わっている。第一企画から引き継いだ妖怪人間レムでは原作に ADK の社名が単独でクレジットされている。2002年に それぞれの旧本社を集約する形で、東京都中央区築地の ADK 小畜スクエア、現、銀座小畜スクエアへ本社を移転。その他、分散していたオフィスも統合された。その関係から、ADK 小畜スクエアは大手広告会社を扱った、テレビドラマ、サプリなどの撮影の舞台になった。2008年1月、子会社2社を統合して、株式会社、 ADK ダイアログを設立。インドに合弁会社 ADK Fortune PVT LTD 設立。中国、上海に朝通、上海天南広告有限講師をロシア連邦の首都モスクワに駐在員事務所を設立。2010年3月、清水と二にが代表取締役社長に就任。2011年8月、株式会社 ADK デジタルコミュニケーションズ設立。2013年3月、上野慎一が代表取締役社長に就任。2014年6月16日、虎ノ門ヒルズ森タワーに移転。移転後の本社オフィスはパワーアイデアキャンプと称しており、キャンプのようなオフィスに強い子が集い刺激し合ってアイデアを生み出す場を目指すとしている。13回受付ロビー会には、藤子、 富士尾ミュージアムを制作した野村工芸者と富士子プロ監修によるドラえもん会議室などを備える。創業以来、稲垣正夫が社訓として全員経営を掲げている。2014年の虎ノ門ヒルズ移転及びコーポレートアイデンティティ刷新に伴い長期ビジョン、ビジョン2020を制定してコンシューマーアクティベーションカンパニーを標榜している。また、 従来の広告ビジネスの枠を超えてビジネスを拡大していくとしている。2017年12月13日、米米ベンキャピタル参加の BCPE、マディソン・ケイマン・ LP が TOB により株式の87.05%を取得。WPP グループは全保有株式を売却し、同社との資本、業務提携は解消された。 2018年3月16日付で上場廃止となり、3月22日付で株式併合が行われ、PCPE マディソンケマン l p の完全子会社となった。2018年5月15日、早稲田大学と学術交流協定を締結。2018年10月18日、インターネットメディア、ポスタットを創刊。 ウェブマガジン運営などを手掛けるクリエイティブカンパニー、シンラとの協業により、実体験が原動力をコンセプトに、ものよりも体験の重要度が増していく時代に、世の中に渦巻く情報を呑みにせず、現場に足を運んで汗をかきながら解き明かしていくことを掲げいる。ADK 社員が中心となって構成する、編集部員が直接見て対話し、触れることで、 日々感じる疑問などを明らかにした価値のある一時情報を掲載している。2018年11月21日に持ち株会社体制に移行することを発表。2019年1月に ADK ホールディングス、ADK HD を純粋持ち株会社とし、以下の3事業会社との4社を中核とした企業グループとして再編れた。 他の広告代理店グループが部門統合を模索する一方で ADK は4つの異なる事業体への再編を進めておりさらなる専門性の強化を試みている ADK は真のコンシューマーアクティベーションカンパニーになるという目標を掲げて軸足をメディアバイイングからイノベーションへと移した運営方法の模索している2018年より多彩な クリエイティブブティックの立ち上げを開始。その第一弾、チェリーは、現在は、収益源というよりも、見込み顧客の獲得としての役割を果たしている。次に設立予定の、ファクツは、ジオメトリーグローバルから、エグゼクティブクリエイティブ、ディレクターとして移籍したサンジマサトが率いる予定。また、新規事業開発支援プロジェクト、シェマでは、日米のアクセラレーター、 企業直後の会社を支援する組織や大学などと共同でスタートアップ企業の支援や最先端技術についての洞察を得ることを目指している。また、国内の三大広告代理店では珍しい動きとして ADK は大山都市や電通デ,デジタルで CEO を短期間務めたを経営陣に招き入れている。2019年2月28日 日本 IBM との共同事業として企業のカスタマーエクスペリエンスの向上及び変革を目的としたコンサルティングサービスアルファボックスを開始した ADKMS が持つ消費者洞察力、コミュニケーションコンテンツ企画、実行力と IBM が持つ先進テクノロジーの専門知識、デザイン思考やデータサイエンスを起点とするコンサルティング能力融合させることにより 戦略策定から実行管理までのサービスを一貫して提供するとしている。2019年4月4日、JR 東日本企画、ジェッキー、東急エージェンシーとの3社共同でデータを使ったマーケティング領域で新会社、データケミストリーを設立した。3社で消費者データを広告配信に活用しやすい形で蓄積、管理する DMP。 データマネジメントプラットフォームを構築する。2019年7月、吉本ミュージックパブリッシングと共同で音楽を起点としたクリエイティブ・コミュニケーションを作る ADK Wonder Records を設立した。2019年10月をもって ADK Emotions が参家の D-Lights を吸収合併した。合わせて D-Lights の北米子会社サンライツ・インクも 称号変更し、ADK Emotions NY Inc. になる。和装通 Q 総通エージェンシーとの共同、純不動を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。